お願いします。よろしくお願いします。久しぶりの、はい、佐藤改造計画ですね。本当久しぶりですね。本当久しぶりです。1ヶ月半ぐらい空いてるんだよ。もっと空いてるぐらいな感じ。1年ぐらい空いてるんだよそれは好きだまあでも本当に結構空いたので、はい、だいぶ空きました、うん、多分佐藤さんはもっとなんだろうな、結構戻ってきてるなんであまりやったんだっけ、5ぐらいやったんだっけ、うん、あの時は ね、コンスタントにこう、ね、佐藤改造計画をやってたんで、まあまあマシになっていったと思いきや、はい、途中でやっぱね、レッスンだけになってしまったので、自分の練習とかも全然してなかったので、前回は僕の記憶が間違ってなければ逆クロスを深く打って、はい、ちっちゃい動きで熱い当たりを出して深く打って相手を下げさせて前入ったりとか、はい、ストレートにアタックしたりとか、はい、ドライブボールやったりとかで終わったと思うんですけど、まあ、ちょっと間巻いちゃったんで、はい、もう一回ちょっと基本に戻って、はい、ちょっとショートラリーやっけやって、はい、ロングラリーやって、はい、どういう感じかっていうので今日はメニューを組んでいきましょうか。はい、はい、でまあ、何をやるかちょっとその時にまた決めますので、はいはい、皆さん台本ございませんのでぶつけ本番で全てやっていきたいと思います、はい、お付き合いください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。最初ショートラリーで一回確認を、はい、ちょっとこの V の字っていうのと、まあ、肩無理ない程度で、ね、しっかりこう体コンパクトにして足から蹴り上げて、はい、しっかり最終的にはヘッドが返るようにっていうのを一番意識して、はい、オーバーしないようにスピンをかけて入れていく練習をメインでやっていきましょう、はい。スピンが少なめですね。あ、ごめん。ああ。おわ、来週。ごめんなさい。いいね。なんかもっとひどいのを想像してた。いや、全然全然いいと思う。慣れてきたかな。悪くはなってない。この感覚でロングラリーに1回移りましょう、はい、なるべくちょっと下からこすり上げる感覚はちょっと控えめで、ちょっと前にしっかりこう振り出して打点を前でこう当たってから握ってってグッとこうボールが沈むように、はい、浮かないようにやってみよう、はい、ナイスショー。ごめんなさい、失礼しました。ああいいね、これいいっすね。ああ、グッドボール。おお。いやー、ごめんなさい。ああ、入ってた。ソーリー、ソーリー。あんまり縦回転にこだわらなくて大丈夫だから、なるべく
僕がちょっと深めの今ボール何球かいったと思うんだけど、あれもこうよりも頑張って抑え込んでいってほしい。ちょっとサイドスピンかかっちゃってもいいからタイミング勝負。そう、ちょっとアウトしてるよ。はい、入って入って、そう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 、なるべく頂点で取れるようにして。そう、うわー、ナイスショ。前前、そう、打点前、そう、オッケー、オッケー、よ、そこ頑張れ、今のとこ頑張れ、これ頑張れ、そう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 、レベルスイング、レベルスイング、そう、ごめん、あ、ごめん、はい、そう、グッド、これナイスショ。今の一発目みたいなのがずっと欲しい。そう、よ、オッケー、あ、はい、あ、はい、もうちょい頑張れ、入って、オッケー、オッケー、じゃあここから今みたいにチャンスあったらストレート、はい、3分ゴー、オッケー、グッド、すいません、あー、ごめんなさい、はい、オッケー、ゴー、ここまで、はい、あー、悔しい、よっ、ナイスショー、グッドボール、今のはさ、最後のはさ、若干さ、腕のパワーで取った感じやん。なるべくタイミングで勝ってほしい、タイミングで僕を打ち負かしてほしい、時間を奪って、あ、いけ、いけ、あ、グッドグッド、今のタイミングいいね、あ、はい、タイミングで、お、あ、すみません、ナイスショ、はい、フォアで、フォアで、なんでバック取ってんの、バック使ってフォアで、はい、バックをなるべく使わないよ、こういうのフォアで、そう、はい、浅いよ、あ、へい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 、右足スタート、右足スタート、そう、はい、ゴー、はい、前入ってもいいんじゃないの、今の、いけた、これもいけてんじゃないの、これも、いけた、はい、あ、取れた、1ゲーム、1ゲーム取れたらおしまい、1ゲーム、いや、あー、もういった、 OK、 今の1点でいいよ、よいしょ、いあ、なんでバックだろう、あ、はい、ほわれほわれほわれ、ちょっと待って、オッケー、ゴー、ナイスショー、リーチ、うわ、伸びてきた、オッケーです。佐藤コーチの希望で、はい、ショートラリー、ショートラリーの逆クロス、逆クロス、はい、これやって、はい、今日終わりましょうか、はい、最後もう一回、最後確認ということで、
今さちょっと風が強いじゃん、うん、でやっぱりボールが暴れやすいからしっかりボールをねスピンかけていかないといけないわけじゃないですか、はい、でやっぱり今ちょっと見てるとボールがちょっと揺れてるんですよ。でやっぱり見てるとお腹からのスタートなんだよね、はい、だからやっぱ最終的に肩で打っちゃってるのこうやって腕とやっぱり足の裏からスタートして蹴り上げていくと全部が体が動くような感覚、蹴り上げ右足のつま先蹴り上げていくとボールもしっかり掴めてヘッドも返ってくれてギュッとボールが締まってくれる感じが生まれるから、はい、ちょっと足頑張ってごらん。任せてください。これがアウトしないように、そうこれグッとこれグッとこの感じがグッと足から蹴り上げて、そうボールをしっかり掴んでよ、そうはい、足レベルね、足レベル、そう今ちょっと若干お腹でいったぞ、つま先から蹴り上げてお腹を通じてグッと、そうナイスショー、そうはい、そうはい、これがオーバーしないように、あーごめんなさい、そうグッと、あ今のいいじゃん、それぐらいそうやって使うよめっちゃきついと思うけど、ストーリー、あー伸びる、よっ、そうストーリー、バックはそうやってやってるんだよねそう右足のつま先蹴り上げていく、そうおう、おう、いいじゃないですか、よいしょ、おう、あいや、いった、シュート、はい、OK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 、グッド、OK、いいじゃないですか、これぐらいやりたいね、はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかね、ショートラリーだけでもう徹底的に意識してやる方が多分身につくかもしれない、うんうんうん、っていうのは今逆クロスやって思いました。すごい良かったよ。すごい良かったですよね、うん、私もいいと思った全身使ってたよ全身バネって感じだったよ。なんかね、意識を今大江コーチが言ったようにあのお腹だけじゃなくて足からっていうのでちょっと意識を変えてみたんです。あのいつもはお腹使わずに足だけ使って打ってる。で前まではお腹だけ逆に意識したんです。で今回は今最後にやったショートラリーだけ足とお腹両方意識したんですしたら結構いいボールがいったので、なんかちょっと私も感覚をつかんだ感じがした。ずっとその感じがやっぱ入ると、うん、はまると強いよね。余計なことも考えなくなるから、うん、しっかり振り抜こうとするよね、うんうん、やっぱボールも掴みが良くなれば自然と重さも出るし、うん、スピン量も当然増えるから跳ねるし、うんうん、じゃあそのボールがつなぐボールになってくれたらどうっていう、うん、まあ次回はこれロングバージョン、ね、まあ、またちょっと準クロスもこれやりたい、ね、この感覚 で、ね、この感覚で最初のショートラリーはちょっと欠かさずやってそうだね、ちょっと体慣れさせてからロングっていう風になると、これあの結構僕今レッスンでもやってるんですけども、はい、マンパワーでショートラリ ー、 あーマックス振り切ってアウトしないようにっていうのを結構テーマとして、うん、あの生徒さんにもやってもらってるんですけど、はい、やっぱりそれやることによってここの感がまず良くなるよね、うん、あとは当然だけどこの足をしっかり使うっていう意識がもう勝手に身につくんですよ、はい、それで、うん、でやったことによっていろんなご褒美が来るよね当然、うんうん、ボールもしっかり潰れてくれて、うん、重くなってくれてスピンもかかってくれて、うん、でアウトもしなくなる。そうですね、うん、まあ、ネットするリスクは上がるかもしれないんだけど、うん、でもそれが綺麗に入るようになったらダブルスだと足元とか、うん、チャンスボールだとあシングルスだとしっかりこうオープンコートに重いボールでチャンスボール打てるとかいろんなメリットが出てくるので、うんうん、前でしっかりこう足を使って蹴り上げて打つっていうのはめちゃくちゃ大切なやっぱり作業なので、うんうん、これは忘れずに。ただめちゃくちゃ疲れます、ね、はい、まあ、当たり前ですけど頑張ります。やった感はあります。 そうすれば最初の僕とやった時も言ったけど時間で勝負できる、うん、タイミングで勝てるようになると、うん、まだここの腕っぷしで対抗しようとしちゃってるから、ね、僕のさっきのオーラリーとか
スライスのボールとかで結構そうやってやるとしてたけど、あれも今のその蹴り上げで前でパンってやればパパンって言ってショートクロスに打ったりとか、うん、深くうまく引っかかれば打ててもらって、僕が前行こうとしたらこうやって詰まったらチャンスが来て前とか打ちやすくなるから、それを目指してほしいですね。じゃあ次回もこれまた佐藤の反省時間をまた取るので、またみんなから反省しましょう。はい、はい、では終わりにしましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。